今回ね、お忙しい中、このビデオを見てくださって本当にありがとうございます。で、今回ね、何についてお話していくのかというと、頑張らないで恋愛を引き寄せる方法についてお話をしていきたいなと思います。恋愛ですね。で、ちょっと初めてビデオを見てくださる方はね、いや、なんかお前どこだよとか、ね、なんかそれはどこの家だとかね、なんかお前の声ムカつくなとかいろいろあると思うんですけれども、まあ、もしね、ちょっとあなた自身がね、少しでもこのビデオを見てね、なんかこう、あ、なんか居心地いいなとか気持ちいいなとか思うのであれば、最後にビデオを見ていただければなというふうに思います。で、今回ね、その恋愛についてお話をしていきたいなというふうに思います。で、ちょっとね、なんでお前が恋愛について語るんだっていうふうに思ってしまう方がいると思うしね、なんかうーんっていうふうに思ってしまう方がいると思うんですけども、あの、僕自身もね、これは なんていうかな、僕自身の中で一番こう大事な、人生大事な部分じゃないのかなっていうふうに思うことがあるんでね、お話をさせていただきます。あの、どういうことかっていうとね、僕たちの結局人生の中で一番やっぱり大きなファクターを占めているのが本当に男女との出会いだと思うんですよね。で、どういうことかというとね、僕たちもともとね、その生物ですよね。僕自身は一応男っていう生物なんですけども、女っていう生物がいて、で、男っていう生物と女っていう生物がいて、それら2人がね、その合体することによって新たな生命っていうのが生まれてね、今こうして僕たちが生きていけてるわけですよね。だから僕自身も必ず急になんか宇宙からね、こう放り投げて今ここにいるのかって、そんなことなくて、僕にもやっぱりお父さんとお母さんっていう存在がいてね、そのお父さんとお母さんにもやっぱりお父さんとお母さんっていう存在がいてっていうふうにこう連鎖してって、たくさんね、その要は親がいるわけですね。僕にもいろんな親がね、今この世にいない親っていうのもたくさんいてね、そういう人たちがこう会ったことによって生命っていうのが生まれてきたわけですよね。そう、何が言いたいかっていうと、本当にその僕たちの生命っていうのは、その男と女がいて初めてね、その一人の生命が生まれるっていう、もう DNA 上にプログラミングされているんですよ。そう、でも現代社会っていうのはなかなかやっぱりそういう出会う機会がなかったりとかね、いろんなこう理由があって、なかなかこうその男女間におけるその価値っていうのをね、ちょっと感じれてる人っていうのは本当に少ないと思うしね、まあ、僕自身もそうだったんですけども、僕たちのちょっとね、その生命の根源をたどってみるとね、本質が見えてくると思うんですけど、本質的な幸せとかっていうのはやっぱりそういう部分にあると思うんですよ。だから本当にあなた自身もね、自分自身の親とね、そのなんかすごくこう腹割って話せた時とか、なんかこうみんなでね、こうお祝い事してる時とかって、多分すごく幸せな気持ちとか楽しかったことってあると思うんですよね。だから何が言いたいかというと、僕たちの本当の求めてる幸せですよ。僕自身も分かんなかったんですけど、幸せっていうのはそういう家族とか本当に男女間とかのそういう見えないつながりとか、そういう愛とかにあるんですよ、本当に。で、どういうことかというとね、これ本当に僕自身今から引き寄せの法則を使って、あんた自身が恋愛でね、こう理想の恋愛っていうのを引き寄せる方法っていうのを具体的にお話をしていくんですけれども、そのまずね、今回お話ししていく前に、あんた自身が今少しでもね、ちょっと恋愛とか、わかんないですよ、ちょっとこのビデオ見てくださってる方、今私もう幸せなんですっていう人もいると思うしね、いや今なかなかうまくいかないんですっていう人もいると思うし、いや恋愛そんなのいいよっていうふうに思ってしまう人がいると思うんですけども、まずこれ本当にね、覚えててほしいのことが、僕たちの人生で大きな幸せを本当に占めていることっていうのは、本当にその誰かとの深いつながりなんですよ。で、これをね、本当にぜひね、あなた自身の中に覚えててほしいなっていうふうに思います。で、僕自身もね、いろんなこう億万長者だったりとか、まあ、お金持ちが全てではないと思うんですけども、本当にね、こう日本でトップクラスのお金持ちだったりとかね、そういう人たちにたくさん今まで会ってきたんですけども、みんなやっぱり共通して言っていることが、やっぱその人たちが最終的に行くのってお金以外のものになってくるんですよ。で、例えばどういうことかというと、有名なね、ジョン・レノンさんも結局ね、最終的には小野洋子さんと2人でいる道っていうのを選びましたよね。なんか俺はビートルズをやった、好きなだけお金を稼いだ、でも何も残らなかったっていう名言をね、彼が出しているんですけども、それの言葉から分かるように、最終的にはみんなね、その誰かとのつながりだったりとか愛っていうのをどこかでやっぱり求めているんですよ。で、僕自身もね、昔分からなかったし、そういうのを教えてくれる人はいなかったからね、そういうのを後回しにしようと思ってたんですけども、ある時期からね、考え方を変えて、家族とかね、その恋人とかね、そういう自分自身の価値観っていうのの場所を変えてったんですよね。そしたらそれとともにやっぱりすごく幸せな気持ちになれる量っていうのが増えたし、もっともっと自分らしく生きれるようになったんですよ。そう、だからちょっとこのビデオを見てくださっている方が、今あなたがね、どういうその状況かわからないんですけども、本当に僕たちの幸せが実はそのそういうね、ところにあるってことをまず覚えててほしいなっていうふうに思います。これ本当にね、人間のこれ最新の心理学で分かっていることなんですけれども、人間がね、一番幸せを感じるときっていうのは、まあ、人によって違うと思うんですけども、多くの人に共通する幸せの根源っていうのは何かっていうと、誰かに必要とされているときだったりとか、誰かとつながれているときっていうのに初めて大きな幸せっていうのを感じれるようになってるみたいなんですよね。で、多分僕たちの
そういうことによってそのチームがね組まれていったりとか家族がそういうに形成されていったりすることによってどんどん発展してきますよね。そういう DNA が本当にプログラミングされていて本当にすごいなというふうに思うんですけども、だから僕たちの本質的な幸せっていうのはそこにあるんですよ。例えばね、お金で物を買うとか、僕自身いつも何かをねするときとか一番大事にしてるのが、人間が作ったものにあまり価値を置いてないんですよ。例えばお金っていうのも人間もちろん大事ですよ。お金がないと生きていけないと思うしね、お金は稼ぐ必要があると思うんですけども、本質的な価値っていうのは人間が作ったものにないと思うんですよ。例えばだからね、女性だったらその結婚ということに対して結構こだわってる人って多いと思うんですけど、別に結婚することは素晴らしいと思うしね、すごいいいことだと思うんですけど、そこに要は価値を置きすぎると本質的なものっていうのを見失ってしまうんですよ。大事なのは例えば結婚よりもその2人の夫婦関係ですよね。どれだけ2人で腹割って話し合ってるとか、未来のこと考えられてるかとかね、その周りにいい影響を与えられてるかとか、そういう部分ですよね、本質的な価値っていうのは。そうだから、全て何かをするときに僕自身いつも考えるのが、人間が作ったものじゃなくてね、もともと自然界にあるものだったりとか、もともとあるものっていうものが何なのかなってことを考えたときに、本質的な価値っていうのが見えてくると思うんですよ。でそこをね、に一番価値を置こうとし始めたときに、人間が作った価値っていうものも実は手に入れることっていうのができるんですよね。そうだから僕たちのその元々の男女関係とかっていうのはもうこれ別にここ100年からここ100年ぐらいでできたことじゃないですよね。バレンタインデーとかハロウィンとかっていうのはね、ここ数年とかその数百年でできたことだと思うんですけども、男女の愛とかその家族とかって昔からありますよね。でそこだから要は何が言いたいかというと、本当にそこにヒントがあるんですよ。そうちょっとね、まずちょっと僕こうやって何でこんな熱く語るかっていうと、人間何でもそうなんですけど、まず物事に価値を置けないとそのことっていうのを引き寄せることができないし、それを考えることができないと思うんですよ。だから僕自身健康に今気を使っていてね、数年前っていうのは健康に全く興味がなかったんですけども、その健康に価値を置いた理由、まあ、その僕の父親がね病気しちゃったりとかいろんな理由があって僕は健康に価値を置くようになったんです。価値を置くようになった時から初めてこういろいろね人から話を聞けるようになったし、自分自身ねその物事の重要性とかそういうものが分かるようになってきたんですよ。そうするとどん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 日常的に健康の情報が入ってくるし、自分自身もどんどん健康になってくるんですよね。でまず本当にあなた自身がこれまずね一番大事にしてほしいことが引き寄せの法則を使う前に、まず本当に恋愛とかねその人とのつながりっていうのは素晴らしいことだし、そういうことを手に入れることで僕たちの本当に豊かさっていうのが変わってくるっていうことを本当にまずは受け入れて本当にその価値に気づいてほしいんですよ。そうでそこのその自分のね本質的に本当に自分はこういうものとあった方がいいなっていうその感情ですよね。その感情に素直になれた時に初めて次のステージに行けるんですよ。で今回ねまず一番最初にいくつかに分けてこの恋愛の話をしていくんですけど、まず気づいてほしいことが、まず本質的な自分の感情に気づいてその感情を大事にしてほしいんですよ。ああ自分はやっぱこういう人が欲しいなとか、いや自分は実はなんか口ではなんか恋人いらないとか俺は結婚しないとか言ってるかもしれないけど、実はこういう人が欲しいんだよなっていうその気持ちに素直になるってことなんですよ。でこれ本当にすごい難しくてね、そのいろいろ例えばバックグラウンドとか特にねそのいろいろこう役職が高いチームとか持ってる人とかっていうのはやっぱりこう自分の弱さとか自分のその欲求とかっていうのをこう我慢してる場合っていうのが多いから、なかなかそういう感情に気づけなかったりするんですけども、まずこのステージをクリアすることによってあなた自身あなたらしさっていうのが増していくんですよ。そうでこの自分らしさっていうのがすごくねこれ引き寄せの法則を使う上で大事になってくる、特に恋愛面ではね大事になってくるんで、これもねステップバイステップでまたビデオね踏まえいくつかに分けてお話していくんですけども、まずあなた自身が自分の感情を尊重してその感情に素直になることによって何が起きるかっていうと、すごく不思議なんですけど、まず自分自身がもっともっとあなたらしくなれるんですよね。で今回第1話なんでこれをお話していくんですけども、そのまずあなた自身のらしさっていうのを増すんですよ。人間ってあなた自身もいろんな人見ていて思うと思うんですけども、自分らしく生きている人ってすごく魅力的ですよね。その人と一緒にいたいなって思いますよね。なんかちょっとこう笑ってる部分もあったり、時にはちょっとなんかこういうふうにやるとちょっとね怒ってみたりとか、いろいろこう感情がある自分らしく生きている、要は自分を大事にしている人ですよねっていうのはすごく魅力的だと思うんですよ。そうだからまずねあなた自身が魅力的になるためにも自分の感情を尊重するといいと思うんですよね。でそれを踏まえた上で自分の感情を尊重していると何が起きるかっていうと、その人の気持ちもよく分かるようになるし、人の気持ちに共感できるようになるんで、あこの人今こういう状態だからこうなんだろうなっていうふうに自分の感情を尊重しているから、相手の感情っていうのも本当にそのなんていうか尊重できるようになるんですよね。そうだからぜひねちょっとこの本当に自分がまず本当に本質的なパートナー欲しいなとか、何か自分がねそれ以外でもいろんな日々感情ってあると思うんですよね。それが出てきたんだったらそれを我慢しないでねじっくり自分で味わってみてください。いいですか。これ本当にすごく僕自身もね難しくてね、これをマスターするのにかなり時間かかったんですけども、
本当に自分の本質的な欲求って人間あると思うんですよ。それをやっぱり現代社会だとね、なかなかその自分の感情を言っちゃいけないんじゃないかとかね、なんかこう、うん、そういうのってタブーとされていますよね。でもだからそっちにフォーカスをしているとうまくいかなくなっちゃうんですよ。でちょっとね、本当に生きにくい社会だからこそ、普段ね自分の中で一人の時間を取って自分の感情を味わう時間とかね、そういう時間を本当に取るようにしてほしいんですね。でその時間を取るようにすればするほど、どんどんどんあなたの中にもともと持っていたポテンシャルっていうのをどんどん引き出てって、あなたらしさが増してね、それによってどん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 まずね、恋愛のファーストステップ、本当にね素晴らしい人が気づかないうちに集まってくるようになります。で一つ目のステップは、まずこれからお話していろんなお話していくんですけども、自分の感情をリスペクトする、これをねぜひ意識していただければなというふうに思います。本当これができた時に私どん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 魅力的になってね、本当に僕自身いつも思うんですけど、どんな人でもね、もともといい部分って絶対あるんですよ。魅力的なみんな自分なんですよ。それが国とか社会とか学校教育とかいろんなものによってね押さえつけられてしまって、人と比べるようになって、ああ自分は足りないんじゃないか、なんかできないんじゃないか、比較に陥ってね、でどんどんどんその誰かに、自分自身を磨くっていうよりも誰かと比べて誰かになろうとしている人っていうのが本当に増えてきちゃってるんですよ。僕自身もそうだったんですけど、でもそういうのが手放せてね、自分らしさって何なんだろう、自分の感情って何なんだろうってことに気づけていった時に、あなたらしさっていうのが増して、どん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 あなた自身の魅力が湧いてくるんで、まずね、まあ、そういう話具体的にしていくんで、あなたらしさを大事にしてほしいなって思います。まあ、今回いきなりね、よくわからない謎の男がビデオを話してるんで、なんか気持ち悪いなとか、いや結局お前何が言いたいんだよとかね、なんかお前誰だっていうふうに思ってしまう方もいると思うんですけども、まあ、最後もね、とりあえずこのビデオ見てくださって本当にありがとうございました。